鹿児島ミューズアップをお聞きの皆さん、ポッキーさん、ナッツさん、こんにちは、スーパービバです。こんにちは、豪華な渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの杉です。アブラテナです。よろしくお願いします。ということで早速ですね、はい、メンバーのスポーツ歴を教えてください。あれですかね、スポーツの秋だから、まあ、まあ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 かもしれないですけれども、はい、私渋谷はですね、ハンドボールとボクシングをやっております。柳沢さんは何ですか？私はサッカーをやっておりました。小杉さん何ですか？サッカーとバスケットボールやってました。藤原さん何ですか？バスケットボールと野球やってました。はい、もう一声お願いします。もう一声、もう一声やってねえよ。もう作り話でも何でもいい。テニス、テニス趣味ですよ。テニス聞いたことない。テニス趣味でできたよ。本当にこれ本当にすごいね、似合わないですね。野球とね、ちょっと打ち方全然違うからね。うん、覚えとけど意外に面白いです。うん、テクニック使わないですね。はい、もうどうでもいいでございますけれども、我々スーパーイバーでございます。あさって10月21日に両 A 面シングル突破口自慢になりたいをリリースします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回はですね、うん、もう突破口という曲についてちょっとお話しさせていただけたら嬉しいなと思っております。はい、こちらの突破口という曲はですね、はい、今回テレビアニメハイキュートゥーザトップのオープニングテーマにも、うん、決定いたしました。はい、かなりこう、まあ、自慢になりたいももちろんそうなんですが、うん、この突破口という楽曲もですね、今年我々スーパーイバー結成15周年なんですが、そうですね、気がつけばね、この15年間のバンドの活動というかね、歩みのこうスタンスみたいなものがぐっと詰められた一曲になっていると思いますので、うん、はい、ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、我々スーパービーバーというバンドなんですけど、バンド名初めて聞いてという方もたくさんいらっしゃると思います。うん、我々の、16年目に突入した自分たちの奇跡みたいなものがですね、グッ、はい、と落とし込まれた曲になってると思いますので、ぜひぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、その他告知があればぜひ書いていただいてるんですけども、はい、まあ本当はね、いついつに鹿児島に行きますよって言いたかったんですけども、ね、なかなかこ う, そうです、ね、見えないご時世かなというのもあります。我々でもこう FM 鹿児島に出させていただけたりですね、はい、こういうメディアにちょっと出させていただいたりっていうような情報は表に出せるかなと思いますので、はい、ぜひホームページ見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、よろしくお願いします。ということで上杉さん、はい、最後にですね、鹿児島の、このラジオを聞いてくださる方に一言いただけたらなと思っておりますよ。いやもうね、うん、この前にそういえばね、うん、グレートサツマニアフェスを楽しんだ、ね、そうだね、もう1年前で ね、もうあれもとってもいいロケーションであったり、ね、そうですね、うん、すごい思い出深いね、ね、フェスだったんで、ね、はい、また行きたいと思ってますし、ね、自分たちのね、ツアーに絶対行こうと思います。はい、去年はね、あのツアーも、フェスも出させていただいた鹿児島でございます。今年はまだ一度も行けてないんです。そうなんですよね。コメントじゃなくて、次は FM 鹿児島直接お願いしたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。ということで、最後に聴いていただきたいと思います。あさって10月21日に発売になります、両 A 面シングル突破口自慢になりたいから、スーパービバーで突破口。